はい、皆さんこんばんは、ゆうし TV です。今回は、今から徳島県の鳴門の方にですね、タイガバの大会に行ってきます。優勝賞金がですね100万円ということで、わざわざね博多から行ってこようと思います。ね、仕事終わりで疲れてるんですけど、今から6時間半、7時間ぐらい走って、行きたいと思います。また、報告しますんで、ね、よろしくお願いします。頑張ります。すいません、これ車この辺どこ止めてもいいんですかね。わかりました、はい、ありがとうございます。到着しました。今2時半ですね。30分ぐらい時間あるので、このペペロンチーノの大盛りをね食べようと思います。いただきます。こんな感じ、めっちゃうまそう。いいですか、お願いします。あ、身分証明書の方もらえますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、保安省と参加省のステッカーの申し訳ございません。はい、船はこれ決まってます。あ、わかりました。あ、はい、ありがとうございます。はい。受付が終わりました。でね、なんか参加省で帽子とステッカーと、これまたでっかいステッカー。あとはこれですね。もう船は決まってるみたいですね。初丸さんってところ、検量カードって書いてますね。なんかこんな感じのカード見えるか。あ、でこれもう座席が決まっとうですね。これめっちゃいいとこやない？これ。俺いつもこの、なんだろう、船の先端の右側めっちゃ好きなんですね。先端の右側が。なんかいいとこ引いたかもしれない、これ。ちょっと、初丸さん調べてみましょうかね。今回5人で乗るみたいですね。出ないっすね。なんで？漁船なんかな？あの、遊漁船とかじゃなくて、漁師の船とかなんかな？ちょっとわかんないですね。ちょっと乗ってから、まあ映像で届けたいと思います。
11回ナルトビッグ夢釣り祭り開会式を開催させていただきます。一般社団法人ナルト板野青年会議所2019年度理事長縄田博明君より挨拶をさせていただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。本日は第11回ナルトビッグ梅釣り祭りに朝早くからご参加いただきまして誠にありがとうございます。私2019年度一般社団法人ナルト板野青年会議所理事長をさせていただいております、縄田博明と申します。明るい豊かな社会の実現を目指して日々活動しております。ナルトビッグ梅釣り祭りはナルト鯛の美味しさ、そしてナルト鯛を釣る楽しさ、多くの方に知っていただきたい、さらには、このナルトの地に来ていただいたからにはたくさんの、観光スポットであったり、美味しい食べ物がたくさんございます。これを機にナルトをもっとよく知っていただいて観光であったり違う機会にもお越しいただきたいなと思います。最後になりますが、本日皆様のご安全と大漁をご祈念いたしまして、簡単ではございますが 私からのご挨拶をさせていただきます。最初最後までよろしくお願いいたします。続きまして、早朝にもかかわらず駆けつけてくださった徳島県議会議員原哲司様よりご挨拶をさせていただきます。皆様おはようございます。ようこそ鳴門市へ。今回で11回目の鳴門、ビッグ夢釣り祭りご参加ありがとうございます。鳴門板野青年会議所の縄田理事長様をはじめ会員の皆様本当にありがとうございます。会議所の皆様のおかげでこの大会が11回も取り行われて、今回2日これが初でございます。スタッフの皆様は本当に一睡もせず頑張って乗り越えられるのか僕も結構心配なんですが、僕もできることを手伝って頑張っていきたいと思っております。本当にこの中から1人100枚もゲットできるという本当素晴らしい大会なんで、これをもっと広めていただき全国世界へとナルトを PR していきたいと思っております。どうかご協力またお力添えお願いします。続きまして釣りアイドルフェルビー高子さん、エミリーさんより挨拶エールをいただければと思います。ご登壇ください。おはようございます。フェルビー高子です。今回初めてこのナルトビッグ夢釣り祭りに呼んでいただいたんですけども、天気の心配もありましたけど無事にこの大会開催することができるようになりましたので、夢を運んでくれる大きな大きな鯛を釣ってきてください。そして私もその100万円から少しだけいただけないかなと夢を持って応援しておりますので、安全第一で配慮の心を忘れずに頑張ってきてください。短い時間ではありますけど一日よろしくお願いします。皆さんおはようございます。シーフラワーコントロールエミリーと申します。今日はナルトビッグ夢釣り祭り100万円が当たる夢のある大会、天気がちょっと心配ですが体調に気をつけて夢のある鯛を釣られた皆さんの顔を港でお待ちしております。今日は頑張ってきてください。よろしくお願いします。続きまして実行委員長古宅正俊より競技説明をさせていただきます。皆さんおはようございます。本日はお忙しいところまたご遠方より参加いただき誠にありがとうございます。この度第11回ナルトビッグ夢釣り祭りにようこそお越しくださいまして、我々ナルト板野青年会議所メンバー一同大変喜んでおります。当釣り祭りの概要の流れと注意事項のご説明をさせていただきます。去年の応募者数は366名でした。今年は初の2日開催となり応募者数はなんと1016人となりました。これも一人にナルトビッグ夢釣り祭りを楽しみにしてくださっている皆さんのおかげです。こうして知名度が上がり応募者数が増えることで県内外の多くの皆様にナルトの魅力を知っていただける機会を作ることができ、私どもナルト板野青年会議所としても嬉しく感じております。競技は船釣りで、競技時間内に最重量のナルト鯛を釣り上げた方が優勝者となります。優勝者から3位まであり、優勝賞金は1位100万円、2位準優勝10万円、3位5万円、最後に抽選会がありますのでナルト板の JC 賞として3万円が当たります。これから5時より番号1番から順次乗船していただき、全員乗船後6時から全員同時に競技開始となります。早く乗船してもスタートは同時になりますのでよろしくお願いします。
競技時間は約5時間半で11時半までとなります。帰着いたしましたら検量所にて検量カードをお渡しいただき検量いたします。検量が終わりましたら腕章をお返しいただきまして全員の検量が終了し午後1時から表彰式となっています。入賞していない方も豪華賞品が当たる抽選会があります。豪華賞品には協賛企業であるシーフロアコントロール様、ポイント様、伊原釣具様、四つ網様、釣りビジョン様から釣り竿をはじめとする豪華景品やナルトの物産とナルト板の JC 賞などがありますのでぜひご参加ください。続いて競技方法注意事項を簡単にご説明いたします。使用する竿は1本です。釣り方は平場のみ、ワームカーでサビキ、餌釣りは禁止となっています。釣った魚は各自のクーラーボックスに保管してください。不正行為やライフジャケットを使用していないなど大会の規定に反した方は、失格となります。また船頭さんの指示は必ず従ってください。最後に皆さんにお願いがあります。我々鳴門板の青年会議所は皆さんが安全に楽しく釣り祭りを参加できるよう準備企画してまいりました。参加者皆さんにおかれましても十分に安全を考慮し釣りを楽しんでいただきますようお願いいたします。参加の様子をインスタグラムやフェイスブックなど SNS に投稿していただけたら SNS 投稿用のボードもありますのでぜひご利用ください。 SNS に投稿された方は SNS 賞がございます。表彰式終了までに投稿を受付に確認させていただきましたら SNS 賞をお渡ししますのでよろしくお願いします。また、SNS を利用していない方もアンケート用紙がありますのでアンケートを記入していただければ SNS 賞をお渡しいたします。競技説明は以上でございます。以上をもちまして一般社団法人2019年度第11回ナルトビッグ夢釣り祭りの開会式を閉会します。これから乗船開始となりますが必ず係の者の誘導に従って乗船していただくようお願いします。お怪我のないように気をつけながら100万円目指して頑張ろう。以上をもちまして一般社団法人2019年度第11回ナルトビッグ夢釣り祭り開会式を閉会します。これから乗船開始となりますが必ず係の者の誘導に従って乗船していただくようお願いいたします。ただいまよりクーラーボックスの確認をさせていただきます。おはようございます。始まる。はい、よろしくお願いします。大会までお願いします。あ、待ちましょう。あ、大丈夫です。今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。なんか YouTube で、はい、60m。 はい、あ、釣れたね。あ、ちっちゃいかな。はい、はい、よかった。もうどういうこと考えて帰ろうかって。あ、もう着替えて。あ、今ギガ。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんとか。集めました。これ書いていただいて、向こう持っていただいたら、
来られた時間帯もあったんですけど、なんとか持ってくれてよかったなと思います。このナルトビック夢釣り祭り、去年も私ゲストとして参加させていただいて、船べりでね、大きな太陽をばらしたんですよ。その悔しさもあって、今ねカメラ撮ってもらってるんですけど、釣りビジョン皆さん加入してますか？ BS 釣りビジョン、釣り番組をずっと流している番組チャンネルがあるんですけど、その釣りビジョンの釣りウェーブという金曜日に放送されている番組の中のディープウェーブというコーナーで、ソラナの穴というレギュラー番組をやらせてもらってます。そこの取材も兼ねて今日は来させてもらいました。でですね、肝心の釣果なんですけど、前半は全然当たりがなくって、うわこれ取材としてやばいなと思ってたんですけど、言っちゃっていいのかな、今ねこの中に私の鯛いるんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。このね4つの中に私の鯛入ってて、去年のリベンジは果たせたかなと思っております。まだね私も順位実は知らなくて、これからの発表本当にドキドキした状態で聞いていきます。皆さんもどうか温かい目で、取材できてないやって感じかもしれませんけど、ガチで挑んだので表彰台に登れることを私は願っているので、皆さんよければ応援してください。本日は大会お疲れ様でした。この後表彰式となります。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。私たちは2人で監視船に乗って皆さんが釣りをされる姿を見てて、普段こうわーって手を振ると皆さんわーベルビーとか返してくれるんですけど、今日はもうあっみたいな、もう100万円が見えてるから必死です。それだけ真剣にやっぱり狙える大会ですし、本当にこれだけの方が集まって一日過ごすっていうのはすごい素敵なことやと思うので、はい、ね、もう私たちもこちら側に座ってるかもしれませんけど100万円を狙って一緒に楽しい釣りができたらなと思います。今日は潮が悪い中、皆さん様々な釣果を出されて、結果がすごく楽しみです。皆さん暑い中、そして雨が降った中、大変お疲れ様でした。来年私もフィルビーさんがおっしゃったように一緒に選手側に立ちたいと思ってます。今日は暑い中、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今から、抽選していきますので、番号を呼ばれた方は20秒以内ぐらいで前の方にお越しください。20秒以内ぐらいめちゃくちゃ美味しいすだち酒。次は梨、ナルト、糸わかめ。続きまして、ナルト金時、はい、欲しい。こちら、トラナサヨリちゃんの出演しておられます。釣りビジョン様から協賛いただきましたステッカーです。3名様、酒屋もぐらさんからの、うちく電気屋みー様からヘッドライト、続きましてパナソニックのヘッドライト、と残りが6名様になりました。次の景品はシーフラワーコントロールアンモナイトです。ハピソンさんからのラインカッター、高速巻き替えスプールです。伊原釣り具店様より圧巻ですね。次の景品はシーフラワーコントロールかけラバ、かけたいラバのロットになります。アンモナイトロット、当選者は13番、高木様いらっしゃいますか。おめでとうございます。続きまして JC 賞3万円全9番。ではお待たせいたしました、3位から表彰に入ります。 3.45 キロです。おめでとうございます。2位ですね、3.7キロ。おめでとうございます。おめでとうございます。お先導賞、おめでとうございます。優勝 4.2 キロおめでとうございます。100万円をじゃあ託したいと思います。先にじゃあこちら、おめでとうございます。50g の差で第4位、さゆりちゃん。どうでしたか、50g。 50g 差ですか。3位 あのグラム数が発表された時に私の足りんやんと思ってまあでもこの200名というね、参加者の中で4位取らせてもらったっていうことは本当にもうありがたいことだと思います。この大会夢が詰まりまくってますね。ちょっと見てもらおうかな、はい、私の体。まだでもこれ表彰台に乗れてないので、
また来年も来いっていうことだと思うので、平場しっかり鍛えて、またこの来年ね、ナルトビッグ梅釣り祭り第12回も来させてもらえたらなと思います。本日は第4位ということでありがとうございました。